はい、はい、今回紹介する銃はダスダス呼吸ダスの GDR15 レンタルです。おありがとうございますこいつ今値段調べたら20万超えてる。はい、ちょっと触るのもちょっと恐れ多い。韓国のメーカーです。ダイナミックアクションシステム、略してダス。あ、そういう略なの、うん、いきます。これは保証書ね。本体が分かれてます。こういう風に入ってんだ。ロアフレームとアッパーフレームで、これね、なんかね、モーターをね、省エネモーターだかに変えてるらしくて、純正のとちょっとリコイルが違うらしい。韓国とかのトレーニングウェポンとして採用されてるらしいです。あの大使館とか、アメリカ大使館とかのトレーニングツールらしい。海外仕様なのか、もうオレンジ色のハイダー、これと、よいしょ。ここら辺はもうガス風呂と一緒。はい、なんか萌えっぽいストックとグリップ、はい、バグプルっぽいやん。あ、サイトは純正はついてないんだって、うん、あ、そうなんですか。これあの持ち主がつけたやつ、うん、レビューする際にサイトないと狙えないから。刻印ありなしっていうのもあって、これなしなんだけど、はい、これネジがなんか電動ガンと同じ規格らしくて、電動ガンのやつをポン付けできるだが、じゃなかったかな。これね、説明書入ってないのよこれね、ネットで見なさいっていう説明書のパターンだから、印刷をもうネット圏外だから、ここ重量約3キロ。重たいね、3キロ。次世代並みだよね。そっからスコープとかつけんでしょ。疲れちゃうわ。で、モーターはいじらないでください。高さ調整しないでって、ここ Don't do not adjust とかに。なんか注意書きとか全部あるんで、で保管するときはセレクターをセーフにして保管してください。ガス風呂と同じで、コッキング引かないと入らないと思っちゃう人が多いけど、これ電動ガンだから入るのよ。そこはもうじゃあ気にしなくても。それもね、ちょっと触ったんだけど、うん、癖が、今までのものとは違う。なんか頭の中でガスをイメージして触るとちょっと違う感じだから。操作方法がガスなんだけど、うんうん、中身は電動だから、なんかね、分かんなくなる。あみたいな。そうで、あとこれなんかメンテナンスする部分、なんかここに油塗ってくださいみたいなのがあったり、点検とかあるから、なんか点検ってさ車だね。車だよね。メンテナンス、年1回オーバーホールみたいなのしないといけないのかな。砂噛んだりとかじゃなくて、サバゲで使うのはなおさら。いやー、サバゲで。何に使うの？じゃあ、サバゲで使わないで。お座敷？トレーニングしてんの？リロード家の中で。うるさいって言われたよ。ダダダダダ、家の。されます。カバミーつって。マガジンにつけるあのローダーのアダプター、調整用の長い六角、これないとコップ調整できない。これはついてきます。で、マガジンがスチール、側スチールだな。で、中プラスチックかな。なんか表面が丸井さんのと比べるとザラザラしてる。なんかあのブラスト当てた後みたいな感じ、ちょっとザラザラっとしてて。重たいんですか？確かに重さはスタンダードと変わらないか、はい、なんか見た目すごく重たく見えますね。重たそうに。あ、まあ確かに。あ、そうか、重さ自体はでもスチールの丸井さんで出してるスタンダードのやつと確か変わらないと思う。で、まあリップが、ね、ガス風呂と同じ、トレポンとかも一緒かな。うん、最初にやっちゃうけど、電池入れなくても使えます。あー、そっか引けば引いてこれでエアコギです。あ、だけど空打ちってあ、ダメです。これでバーンって打てば、うん、普通に打てると。 BB 弾が入ってない状態で発射しないでください。破損の原因となります。空打ちするなと。で、バッテリーなんだけど、こんなの空口さんでこれですよ勝てるよ。バッテリー入るのがここの部分じゃないよ。こっ
この部分。おー、狭いですね。狭いから、あら、だから、もう、最初まで畳まないって考えて、あ、ちょっと出して、入れてあげないと。バッテリーは、こいつ、11.1V です。T コね。これも、あの、専用品っていうか、推奨。推奨品がこれ使ってくれって。どうやって入れようかな。どれくらいでいいんじゃない？だから入れやすいタイプに変えちゃうか、もしくは、ね、もう、絶対さ、もう、ここまでしか縮めないっていう風にして、やるかじゃない。すげえ入れづらいもん。どうやってんだろう。いや、コツなんじゃないかな。まあでも、ここにも深さあるから、少し余裕はあるのかな。動く部分ね、素重みたいなレビューになっちゃうけど、ボルトリリースが動きます、セレクターも動きます。これは動かさない方がいいんだろうな、壊れんだよね。いや、そもそも弾詰まったらもう使うなって、危ねえんだって。実銃ですらなんかそう、そう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 ね、ねえ、本来の AR-15 にないからね、これ、うん、これはあくまでも陸軍に採用された時につけたやつ。発射しないときは指をトリガーに置かないでくださいって、はい、当たり前です。マガジンリリースがアンビじゃないんだよね、これ。これでも多分パーツで売ってると思うな、アンビリリースとか。ハイダーは逆ネジかな、14ミリ逆ネジかな、はい、弾打ってみます。こいつ使わないと丸いのローダー入んない。かぶせて、でここにこれを差し込んで、こう入れる。で弾は60発だったかな、確か60発とリア管で30発使用みたいな切り替えが、なんかそんなような。このマガジンも高かった。Tマグ、うん、はい、タイプも売ってる。でもこれいいところはさ、このマガジンの軽さだから、ガスプロってさ、マガジンいっぱい持つとタンクもね一緒に入ってますから、そう、それだけで動けなくなるんだけど、これだったらいくら持ってもいいかなって思っちゃう。このリップタイプだからさ、タマポロもないんだよね、うん、これいいよね、やっぱり絶対タマポロするんだよ。はいはい、硬い。これ重い。タマは東京マリの 0.2g です。いきます。高評価チャンネル登録をお願いいたします。 88.4 88.6 88.8。 めっちゃ安定してんな。すごく安定しますね。小数点以下でしか相当気持ち取れてるってことでしょ。あ、10メーターいきます。30。当たったもんな、こんだけ。すごいな。結構ショックあるんだよ。これでもショックマイルドなやつなんだよ。あ、ちっちゃいの当たるもん。で、ホールドオープン。うーん、今壊れたかと思った。いやでもやっぱすげえわ。高いだけあります。高いだけ。いじる必要ないわ。これ、いやでも本当に確かに、これガス風呂、寒い地方でもガス風呂使いたいじゃん。あ、だけどガス風呂だと、はいはいはい、冬動かないから。だけどこれだったら関係ない。操作はガス風呂と一緒だし。はい、金属音だよね。フロート。なんかね、怖い。こういうもんなのかな。なんかゲッゲッって。リコイルがやっぱすごいですね。世代よりもやっぱり強い。リコイルがある割に当たるのね。当たる。これ純正のモーターだったらもっと、うん、あ、純正のモーターだったらもっと来るんじゃない。はい、ああ、そっか。モーター変えてこれなんですね。いきますよ。はい。
セミね。フロート。すげえなー。いやー、こら欲しくなるなー。採算度外視で作ったらこういうことになるんですね。そうだよね。日本のメーカーもこれくらいのもの作ってくれるやな。システマ動かないもん。こいつを外して、ただこれエアコキで使うのは正直しんどい。今ですら初段装填のコーティングすげえ辛いの。あ、でもなんか、あ、引かさってたからか、今モーターで。静か。あー、そっか、スローバックはしないのか。バッテリー入ってないから、うん、無理、コッキングやっぱり風のエッグボールで受けんな、うん、入れて2だからね。いやー、きついね。エアコキとしての運用は間違ってると思う。これあくまでも緊急事態用だな。バッテリーが切れた時用ですか、うん、運用腕力だったさあ、まだショットガンみたいな持つところいっぱいあるんだったらいいけど、これしかないから本当に緊急事態だよね。てか緊急事態の時しか作動しないしね。バッテリー入れてたら効かないから、バッテリーが電源なくなるかもう外しちゃわないとエアコキとしては使えないから、お高いなりなのかな。お高い、でもやっぱ VSR の方がいいな。ちょっと洗わせないで。エアコキはね、メリット、超高性超高性能銃だよね。ニューガンダムだよ。ニューガンダム。本当にガンダムタイプですよ。こんな量産タイプじゃないです。今うちらが使ってるのは量産タイプだよ。ジムジムです。ジムジムザク、クソジオとか作業用モビルプラスシリーズ変更量産型とかじゃない。世代で次世代でエースキーとかなんじゃないかな。カスタムタイプ、こいつは本当にニューガンダム。別収入はブライト並みじゃないか。でもだ、どっちな、どっちかに行くんじゃない、これに行くかトレポンに行くかじゃない。あ、トレポンっていうのはまた違うんですか。いいか、なんかトレポンここ引けないですよね。確か引けない、トレポンは引けないし、なんならここも、うん、あの分割はできるんだけど、うん、なんかちょっと違う。あ、違うんじゃない。でギミックは電動ガンでも、ここがホールドオープンしたりどうこうとかはない。ボルト自体は動かないから、ここはまあでも100万くらいするからね。あれはもうでも側が全部実だから。あ、そういう実規格のインチ、インチ規格がミリとか使えないから、こいつはでもその分こちら辺のこのハンドガードとかグリップとかストックはエアガンのやつで使えるから、こっちで価格を抑えることはできるかもね。でも物がいいからな、どうせだったら本物に近いやつつけたいよね。これならオールシーズン戦えるわ。これやるんだったらそれこそ米軍とかじゃない、最新のとか PMC とかまで行けばまあまあかなって感じ。明らかに二次戦の格好した扱いはない。宝の持ち手だよね。だから最近ましてやさ、現代銃使ってねえもん。今年結局ガス風呂使ってないし。で日本兵かドイツ兵。服とかもすごい指定されちゃってさ。あれ着てこい、これ着てこい。現代戦って現代戦
少し2回やったな。そうそう、もうめんどくさいから今回現代戦でいいですかって。次の日用事があったりとか、はい、40年代から抜け出せないと。そうだね、30、40年代から。だってナム戦ですら食べてたからさ。やばいよね、20年先にも行けるナムだってもう結構古いぜ。この時期終わっちゃった。申し訳ないね。まあでも明日聞こうかなって。明日終わっちゃう。ちょっとこれ8球出てるじゃないですか。捨てだけかな、まあ、変えれんのかな。いや、バネの絡みあるから。飽きちゃう。同じみたい。わかる。メンテナンスとか困りそうですね。もう多分1ヶ月持たないと思いますよ。みたいな。これね、メンテナンスがね、バラす限定だからね。いっそここに送って、いっそ送って、頼むわ。メンテナンスはガス風呂よりめんどくさいかも。ガス風呂が一番簡単なんだよな。さーっとスプレー吹けば終わりだから。電動よりも機構がしかも簡単だし。そう、電子パーツ使ってないからガス風呂は。これでも電子パーツとガス風呂のでしょ。だからかなり精密に組み合わせてそう、変なところに多分スプレー吹くと壊れると思う。バランスも崩れますよね。だから多分さっき注意書き説明書に書いてたのがここに塗ってくださいみたいなのがあったから。現代戦だったら欲しいって思うよ。うん、ね、いやましてやガス風呂メインで使うとか、うん、俺ガス風呂好きだから、うん、だったらこれ買った方がいいかなと思って、うん、新しくガス風呂買うんだったらこれ買った方がいい、うん、CO2 のガス風呂欲しいって人いるじゃないですか。あー、だったらこっちの方がいいかも、うん、絶対コストを、いや、あのガスタンクの消耗と強度っていうか CO2 結構壊れる。そう、壊れる。強度が CO2 向けで作ってるものじゃないから、だから全部スチールに中の機関を全部スチールに変えたりとかしないと。そう考えたらトータルで言ったらこれ買った方が安く済むのかもね。すごいホップの精度いいよね。海外製じゃないみたい。あと冬、冬打ってみてどうなるか。冬編やだ、怖くて。だって冬なんて怖くて、ね、あって落としたらもうあるいやでもこれは強度は申し分ないでしょ、うん、絶対こんなの壊れないよね。壊れるとして中だよやっぱり。でもこれは正直言って今あるエアガンの中で一番いいのかもしれない。あ、でもマジでこれ100点かもな。値段は高いんだけど、結局、ガスじゃないでしょ、うん、だから、オールシーズンバリバリ動きます。で、全部メタルだから壊れることはまずないでしょ。で、ね、電動ガンの癖してリコイル来るし、操作は、要は、これ、実銃と同じ操作。精密機器だよね。ではだ当然さ、このリコイルが楽しいしさ、でモーターもなんか何種類かいっぱいあって、うんうん、さらにリコイル強くすることも可能みたいだし、持ってる人だからサバゲーマーだからバッテリーの持ちだったりとかそういうので、結局ね、あの 11.1 のさっきのサイズでしか入らないから、うんうん、本当はもっと大きい容量入れれればいいんだけど無理なんだよね。ストック変えればいけ、ストックか、なんかカスタムによってはストックチューブ内に入れる方法もあるらしくて。あ、高そう。でも現状いじる必要はない。もう打ちどころがないないと点数です。いやー、これだってさ、だってけなすとこある、重たいくらい重たい、うん、だけど重たいのは正直次世代も重たいから。3キロだったら、だって正直スカートが多分それかな。そう、ドクタイってのも意外とバランスいいんだよな、うん、フロントヘビーってわけじゃないんだよね、うん、狙いにくいとか持ちにくいとかは全然なかった。多分機関部が重たいから、うん、このちょうど真ん中くらいだから構えてても疲れないんだよね。そんな、なんかスカーってすごい重たく感じない？そうですね、あれフロントが重いんだよ。多分重たいんだと思います、うん、はい、これは全く感じないです、うん、これ一日中使ってられます、うん、使ってられると思う。だガス風呂、いやガス風呂ってどっこいか、モーター入ってないと思いますよ。なんかもうこんなに軽いんで、なんかねスリムモーターなんだって。ここに入って、だからグリップもなんかそんなにバカみたいに太くないっていうか、悪いところねえな。
99。あ、99。やっぱり値段が値段がでかいけど、でもそれくらいじゃないとさ、正直さ、これ5万円で買えたらさ、多分全部これになる、うん、他のエアガン会社潰れると思う。これを5万円で価格で出されたらね、そうそうそう、10万で出されてもやばいよ。やばい。10万だったら買うよ。いると思いますよ、うん、だってあの、ま、丸いの機関銃ね、ミニミとかあれ10万。あ、そうだ。あ、そっか。え、で、あ、ミニミ買うんだったらこれ買う。こっちですよね。さあ、正直このさ、グリップとかも買えなくていいよね。うん、あの、マグプルっぽい。だからさ、こだわりで変えちゃわない？いや、変えると思う。ね。だから、フロントも全部マグプルに変えたりとか。うん、それとか、何仕様に変えて、刻印もそれにしててやるよ。楽しめそう。あと今流行りのあの、ガイズリータイプとかに変えたりとかさ。うん、インチはもうちょっと俺短くてもいいかなと思うけど、これはやばいよね。やろうと思ったら技術的には、この精度は可能なんですね。現代技術でやろうと思ったら、あの精度とあの初速の安定と電動じゃ考えられないよ。やろうと思ったらできるんだ。究極はここなんだ。究極はここなんだよね。今現状で販売してる究極が、まあこれかトレポンでしょ。うん、いや、これ欲しいけどな。買いな。パソコン買うよね。オーナーズミーティングみたいなのやってるみたいだから。え、辛口オーナーミーティングやるといいよ。クソ中みんなで。たくなると思います。何を褒めればいい。はい、以上ですっていうのも終わってみる。高評価、チャンネル登録お願いいたします。私も帰ってきた。私も帰ってきた。いや、欲しいさ。だったらなんかさ、フィンランド軍とかが新しく買った方がいいんじゃねえ。アメリカのさ、警察装備とかだったらいいかも。あー、いいね。スミスとやりたいとは言ってたけどさ、スミスでもさ、銃どうするつもりなんだろうね。スミス絶対銃使わねえじゃん。80年代のとか90年代のやりたがるじゃん。ないもん。そうなったらショットガンじゃん。サッカーとかやってる。それこそさ、AR なんてさ、あれでしょ、あの、銃砲店行ってさ、銃を貸してくれってさ。あの、なんか強盗、なんでしょ、あの事件の時のやつ。それくらいしかねえもんな。スミスさ、あれ好きじゃん、なんか。ポリスアカデミーだっけ。サンパチスペシャルでしょ、だって。銃、リボルバー。オートマチックですらねえのかよ。警察でもないんですよ、衣装が。調べたらなくて。ないのか。ティターンズやってじゃあ。ティターンズはやりたい。ティターンズ誰やろうかな。ジェリド。トキク。あれさ、調べたの。モビルスーツの型式番号。なんかね、その数字が書いてるところで、うん、書いてるモビルスーツはそこで作ったってのが、ゼダンの門だったら13っていう数字が入ってるのが、ゼダンの門製のモビルスーツ。ええと思って。で、シロッコのモビルスーツは P から始まる。PMX、PMX000 メッサーラ。